私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。マイファミリーで熱演した嵐の二宮和也もランクイン。日本テレビ系ドラマ、ミステリードラマで見たいジャニーズ。4位以下、ランキング。本サイトでは、10代から30代の女性100名を対象に、ミステリードラマで見たいジャニーズについてアンケートを実施しました。上位3名は別記事で紹介しています。上位3名は別記事にてご紹介しています。6位 4.0% には、セクシーゾーンへの中島健人、ジャニーズベストの重岡大毅、キング&プリンスへの平野紫耀、シクストーンズの京本大我、波花男児の道枝駿佑がランクイン。トップ5は、2020年放送予定の犯罪サスペンスドラマ、ミッドナイトランナー。で、キング&プリンスへの平野紫耀とダブル主演を務めたセクゾ中島健人。エキゾチックなイケメンなのでミステリーが似合う30歳女性。シリアスな演技が得意そう36歳女性。演技上手な人29歳男性。と、好感度が高い。7月8日スタートのラブサスペンスドラマ、雪女と蟹高専に出演し、冤罪で人生に絶望し、自殺を決意した主人公を演じる予定だそうです。ベストの重岡大毅さんが、冤罪で人生に絶望して自殺を決意する主人公を演じていますが、いい役者さんだと思います。39歳、女性、営業販売職、イケメンで見てみたいから、39歳、女性、営業販売職、ミステリーが似合いそうだから、36歳、女性、その他、演技が上手いから、36歳、女性、その他、演技が上手いから、36歳、女性、演技がとても上手で、ユーモラスな役も、シリアスな役もこなせると思ったから、28歳、女性、の順となった。マイファミリーがヒットの二宮和也も、第4位 5.0% は、嵐の二宮和也、KNG&Bs の永瀬廉。4月期には、マイファミリーで連続誘拐事件に巻き込まれる家族の父親を熱演した嵐の二宮和也。他にも2008年には、東野圭吾の小説が原作の主演ドラマ、流れ星の絆、同局系、2018年公開の木村拓哉主演映画、検察側の罪人などサスペンスミステリー作品に出演していた。そんな二宮にはジャニーズで一番の演技力。最近もマイファミリーの演技がすごすぎた。26歳女性、演技に引き込まれる。一緒になって謎解きしたくなりそう。38歳女性、総務人事事務、流れ星の絆の印象が強い。26歳女性、コンピュータ関連技術職などの理由が挙がった。一方、1月公開の青春サスペンス映画、真夜中乙女戦争で主演を務めたキンプリの永瀬廉。同映画では、退屈な日々にやり場のない怒りを募らせた主人公が、壮大な東京破壊計画に巻き込まれていく姿を好演。今までにないダークな役柄を演じ、話題になった。永瀬には、声が綺麗だから、話がスッと入ってきそう。34歳、女性、公務員、謎回帰とかのイメージに合いそう。26歳、女性、ミステリアスな感じがするから、30歳、女性、などの声が見られた。5代目金田一はじめの演技力を称賛する声。8月11日公開の嵐二宮和也主演映画、タングタングで、ロボットや愛に詳しいナルシストな会社員役で、単独での本格的映画出演を果たすシクストーンズへの京本大我には、シリアスな雰囲気が似合う、35歳、女性、医師、色白で、綺麗な顔がミステリーに合いそう、28歳、女性、総務人事事務、7月3日に主演ドラマ、金田一少年の事件簿が最終回を迎えたなにわ男子の道枝駿佑には、金田一少年の事件簿での演技が上手かった。35歳、女性、主婦、かっこいいし、演技力もあるから、18歳、女性、学生フリーター、などの声があった。まる私のビデオを見てくれてありがとう。
最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。